はい、皆さん、こんにちは。ニンニンとニンタです。結構ね、お久しぶりの動画になっちゃったんですけども、ニンニン何してるのっていうね、コメントとか、動画出さないのっていうね、コメントもね、あったりとかしてます。まあ、この1年なんですけど、何をしてるのかというと、裁判ばっかりやってます。ご存知の人はご存知だと思うんですけど、ツイッターでもね、掲示板でもね、誹謗中傷され続け、もう個人情報とかもね、さらされ、大変な目に遭いましたと。それだけではなくてね、必要にね、本当に粘着して、まあ、嫌がらせしてくる人に対して、まあ、私がね、言い返したことによって、まあ、私の個人情報だから、まあ、調べられてね、まあ、訴えてきた人とかもいるんですけども、それをきっかけにね、もう、私の方でもう、どんどんね、開示請求をして、まあ、裁判してる状態ですと。で、今回ちょっとね、お知らせさせていただきたいのが、まあ、その方との、まあ、裁判、とか、今後ちょっとまあ自分がね、裁判していく予定をちょっと公開していこうかなと思ってます。どうしてもその誹謗中傷してる人の感覚っていうのが、自分は批判しているだけだ。自分の感想を言ってるだけなんだと。そういう感覚の人が本当に非常に多いですね。自分がその誹謗中傷してるっていう意識がなかったりとか、それをちょっと減らしたいっていうのはちょっと難しいのかなっていう難題なところだと思うんですけど、まあ、僕としてはね、泣き寝入りする人を減らしたいなって思ってます。なのでね、まあ自分のね、裁判とかを、まあ、公開していってね、まあこういうことを言われて裁判になったと。とかね、匿名だけど、匿名じゃないんだよというのを、そういう発信をしていけたらなと思ってます。メリットもデメリットも非常に多いんですけど、まあそれをちょっとまあ公開していきたいなと思ってます。今ね、やってる裁判はこちらですね。で、まあ一番上、まあ1年前にね、私が訴えられましたというね、いう動画を出させていただいたと思うんですけど、まあ皆さんにね、ちょっと支援お願いしますって言ってね、お願いさせていただいて、弁護士がついてる裁判になります。まあこちらはまあ11月18日にね、1時20分から、まあ、仮名 D さんですね。まあ、今までずっと、その、弁護士同士のウェブ会議って言って、まあ、非公開だったんですよね。で、それが公開裁判になって、皆さんね、傍聴もできるようになるので、まあ、一審、二審、三審っていうね、地裁、高裁、最高裁ってね、あるんですけど、まあ、まだ一審ですね。はい、もう一年がかりですよね。非常に時間かかってますと。まあ理由が、まあ何点かあるんですけど、まあ反訴請求したりとかもあったりするんですけど、なんだろう、その傍聴したい方はね、11月18日ね、金曜日、午後1時20分、法廷503の埼玉地裁ですね、こちらの方で、裁判始まって、それ僕出席します。相手の方は出席するかわかんないですけど、まあ相手の代理人は出てくるかなと思います。まあこの事件なんですけど、まあ私が、まあ必要に、まあ嫌がらせを受けてる状態で、まあ相手からしたらね、私が嫌がらせを受けたって主張してくるんですけど、ね、1日私に関して20件とか30件ぐらいの、まあツイートをね、毎日、ね、そういう非難とかしてきて、まあ知ってる人は知ってると思うんですけど、で、それに関して、まあ私がね、まあ感情的になって言い返してしまったのもあります。まあそれに対してね、相手が誹謗中傷だ、嫌がらせだって訴えてきたんですけど、そもそもいろいろ言ってきたのはあなただよね、と。ということで、反訴請求をしてるところです。まあ多分、最初で最後の、まあ弁論になるのかなと思うのが、11月18日ですね。まあ、そんな多分、いいやりとかね、そういう、バチバチしたのはないと思うんですけど、まあただ、提出書類とか確認したりとか、お互いの主張それで、以上ですかとか、そういうので終わるかなと予想してるんですけど、ただ、それには私は出席しますと。傍聴をね、したい方、この裁判を気になっている方、もちろん、この裁判、ご支援いただいておりますので、内容を見たい方は、傍聴しに来ていただいても大丈夫です。もう本当、どうなるか、正直この裁判はわかんないです。まあ、理由としては、相手の請求は棄却になると私は思っています。なんでかというと、法的に認められない内容がたくさんあるからです。はい、ただ、まあ、お互いがね、言っちゃってる部分、感情的になってる部分があったりとかするので、それがじゃあ喧嘩両成敗っていう形で見られちゃうと、僕の方にももしかしたら責任は来てしまうかもしれないんですけども、裁判官によってしまう判断になってしまうんで、そこは、まあ、結果を見て、結果を納得しなければ、控訴して、まあ、高等裁判所、二審ですよね。で、まあ、あとはその他ですね、今月、来月とか、弁論があったりとか、判決があったりとかします。もちろんね、発信者情報開示請求して、まあ、辞退したかと思います。まあ、ここに載ってる裁判だけでも、1,2,4,6,7,8、まあ、まあ、7件ぐらいあるんですけど、他発信者情報開示請求でも、7、8件ぐらいあるんで、今、14、5件ぐらい、僕自身が裁判抱えてますね。で、ほとんどは発信者情報開示請求は、まあ、自分でやってますと。
損害賠償請求も、半分以上は自分でやってます。投稿数が多かったりとかするのはもう弁護士さんにお願いしてますね。前まではもう20件ぐらい、裁判が書いてたんで、まあ、それに比べると今は結構楽になりますね。それも裁判所に行くことはすごく多いですね。裁判の公開はね、ツイッターの方でね、どんどん発信して、まあ、YouTube のコミュニティでも出そうか出さないか迷いとこなんだけども、まあ一応裁判終わった後、夕方からはまあ仕事をしたりとか、今の状態はもう裁判所行って、まあ仕事もして、仕事終わったりとか、仕事前に訴状とか作ったりとか、反論書作ったりとかして、もうその繰り返しですよね、毎日。一つの裁判が長くなる時もあって、まあ、発信者情報請求も今1年ぐらいやってるのもあったりとかして、まあそれも特定できるかできないか分かんなかったりしますけども。まあ皆さんね、ご存知の通り、僕、もうやると決めたらもう徹底的に全部やるので、もし損害賠償が決まれば、回収のところまで絶対やればと。はい。おそらくあと、まあ2年間ぐらいは、まあこの裁判が続くのかなと。先の未来の2年間の自分の人生は、この裁判のために、尽くしていきたいなと思ってます。で、まあ YouTube の方がね、隙間時間を空けて何かしら投稿できたらなと思うんですけど、なのでね、本当に旅動画とかキャンプ動画とかね、楽しみにしてくださってるね、視聴者さんには本当大変申し訳ないんですけども、まあできる限りね、頑張って何かしらね、ダイエット動画でもね、何でもいいんで上げていきたいなと考えてます。まあ、そんな感じでね、まあ、自分がね、どのようにね、日々ね、過ごしているのかっていうのをね、皆さんちょっとこの動画でね、お伝えしたいと思います。はい。はい、今日は横浜地方裁判所で2件事件があったんで、その事件を行きました。2件終わったんだけど、新しく2件の裁判を提起してきました。はい。内容証明を送って、まあ、示談できなかった人を対象にしてます。ではね、これからね、東京地方裁判所に今度は行って、発信者情報開示請求を2件提出していきます。その前に横浜といえば中華街でちょっと腹ごしらえしていきます。レッツレゴー。はい、中華街到着、食べていきます。結構ね、値段の割にはすごく良かった。美味しかった。結構ね、中華街外れあたり多いんだけど、値段の割にはすごい美味しかった。本当に当たりですね。こそ当たり。はい、東京地方裁判所に到着しました。これから発信者情報請求をね、2件出してきます。はい、発信者情報開示請求ですね。新しい申請あたり3件目ですね。で、今全部で7、8件ぐらい今やってる最中ですね。頑張っていきたいと思います。こんな感じで、ね、今は横浜地方裁判所と、まあ、東京地方裁判所をね、行き来してます。はい。正直言うと、腹立たしいのもいっぱいあるんですよね。ね、内容証明を送ったら、まあ、被害者面する人もたくさんいるしね。インターネット上で私が活動させていただいてね。本当に思うのが、私に対して、じゃあ名指しでね、人にはああだこうだとか、車中泊の専門家がああだこうだとか、あいつはクレーマーだとか、もう本当にじゃあそういうのをバンバンね、言ってきた人、本当に強度な侮辱とかね、表現できない、まあ、死ねとかね、そういったことを言ってる人が、名前と住所がバレましたと。で、それでまあ損害請求をすれば、まあ被害者面する人も非常にたくさんいます。本当に。道徳心が大事だとかね、マナーモラル守らないとか、悪いことしたらすぐ謝るんだとか、そういうふうに言った人が、じゃあ今度自分が責められた時に、もう逆切れというかね、被害者面とかして、何なんでしょうね、と思う。本
これから裁判のね、予定を、公開していくので、どういう裁判を受けるのか、あとは、まあ、傍聴していただいてね、まあ、こういうことが起きてんだなっていうのを、こういうことダメなんだなと思っていただければいいと思ってます。掲示板に悪口を書いたりとか、ツイッターで悪口とかね、そういうのしたら、特定されちゃうんだよと。おそらく、一般、身近の中で一番トラブルになりたい、要は訴えられやすいものは、そういう、それこだと思います。で、それを私の方でね、どんどん発信していって、ね、自覚してもらえればいいし、今まで泣き寝入りしていた人、こういう裁判を弁護士さんにお願いすると、非常にお金かかっちゃいます。今は、新しい制度で、多分、まあ、若干抑えられるとは思うんですけど、その分を回収できるかって言われちゃうと、回収できたりとか、できなかったりとかするんですけど、私としては、弁護士に頼らず、多分良くないです。全然良くないです。良くなくても、私素人であったとしても、勝ってる裁判は、たくさんあります。非常にたくさん勝ってきてます。泣き寝入りせずに、もうやろうと思ったら自分でもできるよと。批判感想だとか言って、まあ粘着する人はね、訴えられる可能性は非常にあるよと、というのをね、伝えてきたらなと思います。では、本人訴訟でどうやってやったらいいのっていう方がいると思うんですけども、私はサンソンチャンネルさんですね、こちら。をすごく、参考にさせていただいてます。改めまして、二人さんおめでとうございます。来院長、所走よく発信者情報とか取り上げてたりとか、まあ、事件番号とかね、入ってたりするので、傍聴とか行って、閲覧記録とかね、そういうのを見て、弁護士さんがどんな風に書いてるのかとか、どういう反応してるのかなとか、そういうのを見たりとかしてます。おすすめの本は、すごい分厚いんですけど、プロバイダー責任制限法っていう、新しい、10月から、改正された、改正法の、もう本当細かく解説してる本ですね。値段ちょっと高いんですけど、非常にこれ参考になるし、裁判官も、これをベースにしていました。おそらく、プロバイダーの弁護士も、これをベースに、戦ってくると思うんで、発信者情報をする人はこの本は絶対必須になります。株式会社庄司ホームが出している、NBL1226 の本ですね。こちらの方に新しい制度の運用方法について、記載しないといけない内容とか入ってますんで、これがすごい参考になりました。これはもう直接庄司ホームさんに電話して買えます。あとは中澤先生が出しているインターネットにおける誹謗中傷っていうものですね。新しいのにはちょっと対応してない部分あるんですけど、こちらの方にも訴状の作り方とか、ひな型が入ってたりするんですけど、参考にはできるかなと思います。あとはまあ結構詳しくね、本人訴訟でやる必要なものとかが入ったりしますね。神田先生が公開しているホームページの方でも、作成の仕方が入ってますね。自分で発信者懲戒請求やるっていう方はね、こういったものを参考にしてみてください。今年の10月からね、法律も変わって、非常にね、開示請求しやすくなってます。まあもちろんね、今後負けてしまう裁判とかも、あったりとかします。まあそれはそれでもうここでしまうんですけど、11月18日ね、まあ、埼玉になっちゃうんですけど、1時20分から503号室で、これはもう皆さんがご支援いただいた、大事な裁判です。頑張っていきたいと思います。今回久しぶりの動画になっちゃったんですけど、見捨てずにね、これからも応援よろしくお願いします。それではね、ニンニンお前頑張れよと、いいね、お前頑張ってるよと思った方ね、動画の高評価よろしくお願いします。それでは皆さん、まったねー。いいね。じゃあ、ニンタ。こっちおいで。ニンタこっちおいで。ニンタ、こっちおいで。ニンタ、こっちおいで。ニンタ、こっちおいで。見たこっちおいで。